それではですね、今度は少し雰囲気を変えまして、ゴスペルにもいろいろ今のようにノリノリの曲や、どっちかというとおごそかな感じの曲とか、大体内容はやはり、まあ、私たちは救われ、まあ、一応ゴスペルっていうのはクリスチャンの教会で書かれた曲なので、どっちかというと、まあ、ガッツっていう神様っていうことなんですけれども、まあ、私の理解としては別にその神様っていうのはみんなそれぞれご自分の中に持っていらっしゃる困った時の神頼みっていうのがありますので、別にどんな神様でなくてはいけないっていうのは私はそういうふうに思っております。それで私たちは救われるので、だから何もしなくていいよ、何も心配しなくていいよっていう、そういう感じの曲です。皆様にもそういう気持ちが伝わるといいかと思います。 Praise Him。
ありがとうございました。クレイズ・キムという曲をお送りいたしました。